こんばんは。5月24日水曜日の指を担当する岩本蓮香です。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。 こんばんは。もうこんばんはの時間か。外明るかったし、なんかそんな起きて時間経ってないから全然お昼ぐらいの気分なんだけど、もう一日終わろうとしてるのか。どうもどうも。ありがとうございます。水曜日の平日だから学校？学校って何？そういう時期？5月？で、普通に学校で、そうだよ、お仕事か。お疲れ様です。今日は私はこれだけなのでメイクをしてきました。テストだった。うわー、お疲れ様です。テスト、この時期テストなの？カラオケいいね。めっちゃ行きたいんだよね。最近行ってないんだよね、カラオケ。ああ、髪の毛短くなりましたね。なんか基本的にこの長さをキープしたいんだけど、美容院行ってないと伸びるの早いからすぐ伸びちゃって、こんぐらいになって、で行けた時にまた2、3センチ切ってっていうのを繰り返してるから、なんか自分的に切ったよっていう感じじゃなかったから、トークとかでも全然報告とかしなかったんだけど、ファンの方たちがみんな「めっちゃいいよ」ってこの間のミーグリの時とかも言ってくれたから、嬉しいみたいな。 VCT 見ました。惜しかったね、ゼータ。めっちゃ見てたんだよ、ちゃんと。ああ、そうだね。この長さ、ドゥーマイベストよりは長いよ。もっとブブだって、ドゥーマイベスト。こんぐらいだって、多分。シンガーアウトとか。でも、あの時の自分見ると、幼いんだよな、結構。大人っぽくなったねって言われた時期だったけど、今見ると全然幼いんだよね。ああ、カップスター、ぜひ買ってください。ガーリー、カチューシャしました。土曜日まで何もしてないですよ。お家でメイクしてきました。そうだね、カップスターの時はまだ髪長いね、今よりもっと。ということで、もう早速ですが、乃牛美選手権をやろうと思うんですけれども、今回の乃牛美選手権は、先週の配信の日が少なかったので2週合同で競います。あ、そうなんだ。競技は日付ナンバリングスタンプです。これね、待って、くしゃみ出そう。これを、こちらに8桁のナンバリングスタンプがあります。 まあ、このスタンプを今日の日付8桁、2023、間違えた、合ってる、2023-0524にセットして紙に押します。最も早く今日の日付を押したメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。ということで、失敗っていうのはちょっとよく分かんないけど、あゆみちゃんが45秒、あやちゃんが46秒、松尾ちゃんが33秒で一番早いんだね。これなんか地味に難しいらしいので、ちょっとやってみますね。10秒でやろう。それも職人技じゃない？これをここで動かすんだよね。でも初めて触ったしね。みんなそうか。どうやって？で、これにつけてここに押すんだって。で、
ていうのをやりたいと思います。ということで2は左で、よーい、スタート。20、あ、買った。20230。なんだっけ。24で、これをつけて、はっ、48秒。めっちゃ微妙い。合ってるの？合ってるじゃん。まあ普通ってことで。何秒でしたか？48秒。4854。一番そこね。水曜日。みんな名字だから名字にしよう。なんか30秒ぐらいしか経ってない気分だったけど、意外と経ってるんだね。まあいいでしょ、失敗よりは。ヨキちゃん失敗してるから。はい。初めてやりましたね。でもこういうなんかさ、地味っちゃ地味じゃんっていう作業なんか好きなんだよね。何も考えなくていいじゃん、これだけやればいい。おばあちゃんも実質失敗。そうなの？なんで？そんなことある？これどうやったら失敗になるん？どうやったら失敗なの？どういうこと？どういうこと？あ、逆か！ああ、ああ、それかわいそうだね。右からやっちゃったんだ。ああ、ゆうきちゃん日付間違えた。それはもう違うやん。日付間違えたの？日にち違ったんだね。まあそういうこともあるよ。みんなあんま責めないでよさ。はい、ということで近況報告。アスカさんの卒業コンサートが東京ドームにてありましたけれども、見たよって方いらっしゃいますか？はーい。2021年。戻っちゃったね、昔にね。まだ入ってないんじゃないの、乃木坂に。2日とも行った？おー、ありがとうございます。毎週で見た方とかもね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。なんか本当にいいライブだったと思う。なんかずっとアスカさんがまあもちろん主役だから、アスカさんが、私たちはもうアスカさんをもっとよく見せるライブを作るっていうことを、まあ卒業コンサートっても基本的にそういうものだから、そうやって作ろうっていう気持ちだったけど、アスカさん自身がやっぱ乃木坂のライブとして最高のものにしたいみたいな、乃木坂のライブとしてファンの人に楽しんでもらえるような、みんなが楽しめるような卒業コンサートだけど、卒業コンサートっていうのを意識するだけじゃない、普通に楽しいライブを作りたいっていうのが、まあ、飛鳥さんの思いだったっていうのが、まあ、ずっと結構何回もそういう感じの発言をしてらっしゃったので、じゃあ私もいつもみたいに、なんならいつも以上に楽しんでやろうみたいな、なんかそういう気持ちでリハーサルからやってたんで、ね、なんか本番はやっぱめっちゃ楽しかったですね。それこそ盛り上がる曲をいっぱいやったので、なんかファンの方もすごい盛り上がってたなっていうのも、やっぱ声出しがあるのでそれをより感じれたっていうのも良かったですし、楽しかったですね。そ
そうですね、ユニット曲スリホと謎の落書き、燃焼ユニットで初日も2日目も私はやらせていただいたんですけど、楽しかったですね。もうリハの段階から結構こう、まあ、飛鳥さんとのこう近くにいることが多かったんで、今回のライブもそうですけど、なんでリハーサルの段階からちょいちょいあのおふざけを入れてやってたんで、すごい楽しかったですね。飛鳥さんを笑わせることが楽しかったです。あの謎の落書きってセリフは踊ってるんですけど、謎の落書きはこう椅子に座って歌ってたんですよ。椅子っていうか、まあリフターに座ってやってたんですけど、あの謎の落書きのテンション感ってまあこういう感じじゃないですか、ゆっくりな。だからあの飛鳥さんがね、リハの時ね、どういうテンション感で歌ってるみたいな。歌うこれみたいな。でそうだな、じゃあ私黄昏でみたいな、ここ今あの砂浜でとか言ってやってて、でリハーサルってリハが完成したら、まあ、固めてあの通しリハもあるんですよ。でその通しリハの時は大勢の大人の方が見に来てくださって、衣装さんとかもスタイリストさんとかも見に来て、こういうライブなんだっていうのを見てもらうんですけど、その通しリハの時もあの今日はあの切なめな感じで天気は雨ですって言って、あのリハーサルって映像が残るんですよね、自分たちは後から確認できるように。それを家に帰って通しリハ見直してたらすっごい笑っててこんなに笑う人いないでしょっていう、曲中にぐらい笑ってて、なんかそういうのもリハ映像ってお仕事のために残してるものだけど、思い出としても残るなと思って、すごいなんか幸せな気持ちになりましたね。ふざけ倒してました、ひたすら。あと、まあ、ここだけの話、あの帰り道のあの分かります、感想でさ、順番にこう真ん中からこうなっていくやつ、分かる？あれで、あれってなんか何回やっても忘れちゃう順番なんですよ。でそれで飛鳥さんもセンターあんまりやる機会ないから、帰り道で、あのだいたい前の人の後でやるから、自分からやるってなると、あれどっちからだっけってなるのがあるあるなんですよ、帰り道の感想ね。そう、あくるくるね、ありがとう。でもくるくるじゃないよ、順番にねやるやつね、一人一人で。リハ何回やってもアスカさんができなくて、で後から続くのがレンカとリリアなんですけど、あの同じ動きしたいから、なんか何も考えずアスカさんの真似しようとするとできなくて、後ろ見たらみんな戸惑ってて、あーで本番の日に始まる直前に、アスカさん感想大丈夫ですかって言って、そうだそこすごいやばいんだよって、で下からなって、でその前に、まあ、3人でこう回るところがあるんですけど、その時にあの下からって私が言うんでっつって、本番ずっと下下下下下下下言ってました。そしたらまあマイクぶつかっちゃってね、ちょっと危なかったんですけど、そんなこともありましたよと。楽しかったですね。マジで面白かったな、一生笑ってたもん、楽しかった。面白いでしょ、そんな楽しい思い出ばっかりですよ。あんなね素敵な曲中にした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 全力でイヤモニしてるから声聞こえないから、顔にしたしたくるくる立候補じゃないよ、立候補じゃないよ。今飛鳥さんと連絡を取り合ってまして、あんまりこう卒業コンサート終わった後ってその卒業されるメンバーさんってすごい忙しいんで、挨拶もあったりとかして、なんであの話しきれなかったんで連絡をしてしました。近況報告かっこ個人、私あれですね、ドリームハックになんと出させていただきました。
やばくないですか？あのイベントってマジででかいイベントなんで、普通にやばいです。まあ、負けちゃったんですけど、泣きの1回では勝つことができて、気持ちいいクラッチ決めちゃって、ああ最高だったの 楽しかった。まあ、またね、近々ゲームのお仕事があるかもしれないので、お楽しみに。まあまあ時間が余ったらお話ししますかね。趣味のお話は先にね、宿題をやりたいと思います。昨日かな、昨日があやちゃんなんですけど、れんかさんへどんな役を演じてみたいですか？だって、役ね、演技するってなったらってことだよね。なんだろう、あやちゃんはどんな役演じてみたいって言ってました？あーや、もうさ、梅があーやのこと好きすぎてさ、もうずっとずっとモニターとか映ってた、あ可愛い、あ可愛い、ずっと言ってんの。本当、もう誰しもが可愛いと思うよね。私も可愛くてずっと触ってるもん、顔可愛いね。動物を触るかのように可愛い、可愛い。役ね、私はなんかどっかで前も言ったことあるけど、やっぱ学園ものがいいな。青春、なんか中1で12歳で乃木坂入ったからさ、あんまりこう、なんだろうな、普通って言ったらあれだけど、まあ世の中の人が、まあ、割と経験するであろうことはあんまりしてこなかったんで、まあどうせならね、お仕事でできたらいいんじゃないかなみたいなね、そういう感じですね。なんで学園もの、女子高校生、私今まで演じてきたの全部女子高校生だけどね、学園ものではないんで、学園ものですね。じゃあ先に明日のメンバーの宿題でも出しますか。明日のメンバーはズバリ5期生です。誰だと思いますか？みーきゅん みーきゅん誕生日だね。いろはちゃん、いろはちゃんかわいい。アルノ正解、アルノちゃんです。下はアルノちゃんなので、どうしますか？宿題は。なんかアルノちゃんってひらがなで書くとめっちゃ可愛くない？可愛い。チューリップついてさ、アルノ。好きな映画について。え？何それ？なんかめっちゃよくない？好きな映画なんですかって。俳句を読む 俳句してもらう。映画好きなんだ。なんかイメージ通りだな。そういうの好きそうだもん。俳句？ここで行く。急に びっくりするでしょ、先輩から。先輩からの宿題、ここに行く書いてまあ俳句いいよね。俳句にする？ ええやん ええやんじゃないって。岩本蓮加で行く なんか良いやん、なんかいいじゃん 廉価で行く、やば どうどうどう、みんな廉価で行く いい、よくない？これセンス問われるな。よろしく、アルナちゃん。
怖いって怖いって、この圧、この一言の圧怖くない？これは無茶ぶりです。でもさ、難しいかもしれないけどさ、可愛い、いや、なんでもないです。じゃあよろしくお願いします。なんでもいいよ、何言っても全然いいよ。ということで、まるのちゃんらしい俳句をね、じゃあ読みますか。コメント、ハードル高め、いや全然、みんながハードルそうやって上げてるんだよ。ダメだ、上げちゃハードルなんて、なんだっていいんだから。かつてない宿題、メンバーに俳句の宿題なんて出したことないよね。私も出したことない。あ、宿題ね、間違えた、宿舎ね。これって画質いいの？こっちから見てる分にはめちゃめちゃ画質いいんだけど。今日結構いい、やっぱそうなんだ、すっごい綺麗だよね。あ、今仕事ってきました、ありがとうございます。指輪多め、2つだけだよ。アニメはね、今期そんな見てない。山田くんと地獄楽と推しの子ぐらいか、ちゃんと見てんの。昨日バラのランク昇格したから気分いいんだ今日は。誕生日おめでとう。ドラマ見てないな。シージ友達やってた、私はやったことない。夜ご飯どうしよっかな、何も決めてない。何食べればいいですか。メンバーとご飯あんまり行ってないな。アスカさんの卒コンがあったからあんまり行ってないかな。でも言っても7月から全国ツアーなんで、夏は忙しいですね。インスタやる？見たいですか？フォローしてくれるんですか？この見てくださってる2万人の皆さんは見てくれるんですか？バロ以外の FPS エペだけですね。とりあえずエペックス、バロの方がちゃんとやってるけど、一応エペックスもお仕事でやらせていただく機会があるんで、一応とりあえず毎回プラチナまでは上げてます。でも今回のなんかランクよくわからなくて、あんまりやってない。フォローしてくれる？ありがとう。いろいろやってない。手ちっちゃいですね、私めっちゃ。めちゃくちゃ手ちっちゃいの。伝わんないか、画面上じゃ。本当にちっちゃいの。こんない。じゃスイッチでスプラトゥーンしよう。まあ、リリアより大きいかな。リリアとヨダの手すっごいちっちゃいからね。かわいい。
配選手難しい。慣れちゃった、まあ、振り向きがね、反応速度が速いから。一回配選手いっちゃうとね、ロー選手戻せなくなる。でもロー選手戻すとしばらくはそれで安定するかな。エイムの安定感はやっぱりロー選手。ルテ君最近も元気ですよ。今日も元気ですよ。初心者見たじゃないですか。なんかやってたじゃないですか。私今日はあすかさんの写真集とか言ってたじゃないですか。気まずいよね。あれね、やってたじゃん、メンバーが。後輩とか梅とかもやってたけど、私呼ばれてなかったから、よしよしやらなくていいやらなくていいと思ってたら回ってきちゃった。やらなきゃいけなかった。身長160あるかないかぐらいじゃない。他の魚子とのゲーム配信、ニブちゃんとやりたいんだけど、バロ配信。やりたくないでしょ。やらないようなタイプの人間じゃん、レンカ、そういうの。でもみんながいいと思ってくれるならそれでいいです。それで微妙、微妙だったらすごい嫌だけどね。Vスポの声優お披露目見たよ。もうひっくり返ったよ、可愛すぎて。服顔にゃだ。服顔は嫌だとか言うけど、私意外とさ、見繰りとかでさ、つってくださいとか、ジャンしてくださいとか、ウィンクしてくださいとかってほとんどやってるよね。ショールームでこういうことしてるから連帯やってくれないんだろうなって思ってたって言われる。ごめんね、意外とやるんだよ。例外もあります。それな、何ノドハートって聞いたことないよ。緊張する？緊張するよね。何でもいいよ、でもお話ししましょう。アスカさんのやつ、何それ。喉の前でハートするの？どうやってハートするの？アスカさんのトレードマーク、そうなの。あと1分だって、やばい。指輪、これは鎌倉で買いました。もう世界に一つだけの形、なんかいっぱいあった。普通にハート、じゃあみんなそろそろお別れのお時間なので、明日はなんだっけ、アルノちゃんですね。はい、次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のお相手は岩本蓮香でした。バイバーイ。明日も見てあげてね。バイバーイ。